が試乗しているのはスズキのニューモデル GSX250R です。それではいつもの通り映像でこのモデルのスペック、装備などをざっとご紹介します。はい、いかがだったでしょうか。特にエンジンに関してはこのモデルが水冷4ストローク2バルブ SOHC のロングストロークの並列2気筒エンジン、直列2気筒エンジンを搭載しているという点で、他のモデルとは大きく異なっていると思います。今私はトップギア6速で走っていて、速度は90キロ、タコメーターの針を見ますと7000回転弱となっています。それではまずこの状態からギアを落としてエンジンをまず回してみたいと思います。5速、4速、はい、今4速まで落としました。4速だと先ほどと同じく90キロの速度で、タコメーターの針は9000回転弱まで上昇しましたね。もう1速落としたいと思います。はい、3速、3速で先ほどと同じく90キロぐらいの速度だと、タコメーターの針はちょうど1万回転ということで、このあたりがですね、このエンジンのピークパワーの発生回転数をちょっと過ぎたあたりという感じですね。それではこの状態から右手を開け閉めしてみたいと思います。はい、でこの領域まで回すと、昨今のスポーティーな 250cc モデルらしく、排気音はとてもスポーティーですね。はい、このようにレブリミッターが作動するまでよどみなく吹き上がるという感じで、このあたりはですね、このエンジンが SOHC の2バルブエンジンとはちょっと信じられないような、そういった曲がりっぷりであると思います。実はですね、このエンジンの魅力というのはこういった高回転域にあるわけではありません。それではですね、それを実証するためにギアをまたトップギアまで戻したいと思います。4速、5速、6速、はい、今6速ですね。6速だと回転数はちょうど、先ほどと同じく90キロぐらいの速度で6500回転ぐらいまで落ちるわけですが、実はですね、スペックシートを見ていただくと分かる通り、この6500回転というのはこのエンジンの最大トルクの発生回転数なんですね。まあ、ちょうどその領域で高速道路のクルージングができるということで、この6速トップギアの状態でもこのように右手を大きく開けると、ぐんぐん加速するという力強さを発揮してくれます。で、多くの高回転型エンジンを搭載しているモデルだと、こういった6速のクルージング状態で、このように右手を開けてもなかなか加速してくれないという状態が続くということは多いと思うんですが、むしろこのモデルにとってはこの6500回転近辺、そしてトップギアのクルージングというのは得意な領域ということで、こういったですね、高速道路のクルージングを快適にこなせるというのがこのモデルのまず一つ大きな特徴だと思います。ということで、このエンジンというのは高速道路では実に回りっぷりがいいですね。今のクルージング状態というのは感覚的には、まあ、400cc モデルと同等とまではいかないですが、ほとんどそれに肉薄するぐらいの余裕を持ったクルージングができるということで、でまた高速道路ということで言えば、いつも私が利用している高速道路のパーキングというのは合流区間がとても短くて、例えば高回転型の 250cc モデルだと、やはり低回転域のトルクが少なくてですね、まあ、そういった状況だとかなりタイミングを見計らわないと合流しづらいというところがあるんですが、
このモデルに関しては最大トルクをわずか6500回転で発生し、かなり低い速度域から余裕を持った加速ができる。これもですね、このモデルの大きな特徴だと思います。またこういったですね、追い越し加速をしなきゃいけない場合でも、このようにですね、今私はギアチェンジしませんでしたけれども、6000回転でそのままですね、追い越しができるという、そういった余裕を見せてくれるんですね。手元の資料には記載がなかったので確実なことは言えませんが、おそらくこの回っているフィーリングからするとクランクの角度は180度クランクではないかと思われます。なのでこのエンジンというのは先ほども試した通り、高回転域ではまあレブリミッターに当たってしまうことはあるんですが、そこに至るまではかなり爽快に吹き上がるんですね。低中回転域での余裕を持ったトルク、そしてレブリミッターが作動するまで爽快に吹き上がるキャラクターというのは、実にスポーティーでもあり、そして実用的でもあると思います。そしてこのモデルのもう一つの大きな特徴は、ライディングポジションがかなりゆったりとしているということですね。私は身長179センチですが、私がこのモデルにまたがると車体がスリムなので足がべったりとついて、膝がかなり余裕を持って曲がるという感じなんですね。まあ、足つきに関してはライダーによって必要とする足つき、そして感じ方が違うので一概には言えませんが、まあ、おそらくですね、身長160センチぐらいのライダーであれば、このモデルで足つきの問題が発生するということはまずないかと思います。そして先ほどコメントしたライディングポジションを反映してか、例えばですね、車線変更もこのようにやってみるとですね、ちょっと 250cc らしからぬ身のこなしというか挙動なんですね。ライダーの入力に対してそれほどスパスパとシャープに動くという感じではなく、ワンテンポ遅れて車線変更が完了するという感じで、スーパースポーツ的な乗り味というよりは、どちらかというとスポーツツアラーに近いような、そういった乗り味であるような気がしますね。フロント周りの反応も、これはあえてそうしているんだと思いますが、わずかに遅れてついてくるという感じなんですね。なのでおそらくですね、こういったキャラクターであれば、エントリーユーザーの方や女性ライダーであっても高速道路を安心して余裕を持ってクルージングを楽しめるのではないかと思います。あと高速道路上におけるウィンドプロテクションですが、このモデルに搭載されているウィンドスクリーンというのはかなり小ぶりで、高さもあまりないので、まあ、胸まではもろに風を受けるという感じですが、まあ、こういった夏場であればですね、これぐらいのウィンドプロテクション効果でも十分かと思われます。あとまたライディングポジションの話に戻りますが、このモデルっていうのはまたがってハンドルグリップを握るとライダーの上半身というのはごくごく軽い前傾姿勢となっていて、まあ、ここまで高速道路かなりの距離走ってきましたが疲れは全くないですね。こういった部分もどちらかというと思い切りスポーティーなモデルというよりはですね、先ほどコメントした通りスポーツツアラー的な、そういった味付けになっているのではないかと思います。はい、スズキ GSX250R でワインディングを走り始めました。このようなワインディングを走り始めると、このエンジンのキャラクターである低速域からの十分なトルク、そしてトランスミッションのギア比の設定のうまさが、より明確なメリットとしてライダーに伝わってくると思います。高速道路上からこのモデルの低中速のトルクが豊かで太いということを力説してきましたが、それがどれぐらいのトルクなのかを実際に見ていただくために、前後に車がいないので一旦止まりたいと思います。はい、それではですね、この状態であえて3速にギアチェンジしたいと思います。今ここはですね、上り坂なんですが、上り坂を3速で発進できるかお見せしたいと思います。はい、こんな感じですね。まあ、どんなモデルでも3速で発進することはできますが、このモデルに関して言うとクラッチミートもそれほど気を使わずに結構簡単に3速で発進できてしまうという感じなんですよね。そしてまたトランスミッションの設計もこのエンジンの良さを生かすように十分に吟味されて設計されているんですよね。今私は5速で走っているんですが、3速にシフトダウンしたいと思います。はい、今3速にシフトダウンしました。3速にシフトダウンして、このようななだらかなコーナーが続くワインディングを走行し始めると、ちょうどエンジンの回転数としては6000回転から7000回転あたり、これもまたですね、高速道路でコメントした通り、実はこのエンジンの最大トルクの発生回転数付近でこういったワインディングを走ることになるんですね。またこういったワインディングを3速で走っている時も、
エンジンパワーに何ら不足を感じないんですね。つまりですね、この右手の開け閉めだけで十分にワインディングをスポーティーで、そして速く走れるので、まあ、ライダーはですね、ことさらシフトチェンジの必要性を感じないんですね。まあ、そのため走り全体としてはとてもスムーズになりますし、この右手の開け閉め、そしてブレーキング、車体への入力、そういったことにライダーは専念できるので、私もですね、このワインディングもう何往復かしているんですが、ちょっと自分の腕が上がったんじゃないかと思うぐらい、こういったワインディングをうまくスポーティーに走ることができるんですね。これもまたこのエンジン、そしてこのバイクの大きな魅力だと思います。またワインディングにおけるハンドリング、車体の挙動に関してですが、これは高速道路上とあまり大きく印象は変わらないですね。どちらかというとハンドリング自体は安定性重視で、車体の挙動自体もやや倒しごたえのあるというか、豪快なライディングを好む、そういった車体になっていると思います。また安定性重視で倒しごたえのある車体というと曲がらないように思う方もいるかもしれませんが、まあ、実際にはですね、その倒しごたえのある車体と安定性重視のハンドリングを当てにして、ライダーはかなり豪快にというか大胆に車体にアクションを加えていくことができるんですね。まあ、結果的にワインディングでも想像以上によく曲がるということで、このようにですね、イメージするよりもずっとスポーティーなキャラクターを兼ね備えているというのがこのモデルの良いところだと思います。車体はセミダブルクレードルフレームということで、私は試乗前はもう少ししなやかな車体かと思っていたんですが、こうしたバンピーなワインディングを走っていると車体のしっかり感はかなりのもので、この点において大きな不満が出ることはまずないのではないかと思います。また前後足回りに関しては基本的にはしなやかによく動くサスペンションという感じで、ロードホールディングもかなり良いと思います。次に前後ブレーキに関してですが、これも私がイメージしていたよりもずっとスポーティーですね。具体的に言うとフロントブレーキに関してはレバーを握り始めると結構早く制動力が立ち上がるタイプで、そこから握り込んでいくと、このライバルモデルよりも少し重めとなっているこの車体をかなり強力に止めてくれるという感じで、このフロントブレーキはなかなか頼りがいのあるものだと思います。一方リアブレーキに関しても、これもまたスポーティーな味付けと言っていいんでしょうね。どちらかというとスーパースポーツのようにエンジンの駆動力や車体の安定性を調節するための、そういったリアブレーキという感じで、強く踏んでも車速が落ちるのはワンテンポ遅れてという感じになっていて、まあ、トータルとして考えてみれば、この前後のブレーキの組み合わせというのはかなりスポーティーなものだと思います。そして最後にこのモデルに私からリクエストがあるとすれば、まずブレーキに関しては前後ともにスタンダードなブレーキとしては何ら不満がなく、むしろよくできた前後ブレーキということが言えると思うんですが、ただですね、現状としては ABS モデルの設定がないというのはやや残念な点だと感じられます。それともう一点、タイヤに関してですが、今日私が試乗している個体は IRC 製のロードウィナーを採用していて、このタイヤはですね、このクラスのモデルが多く採用しているいわばデファクトスタンダードのようなタイヤであるわけですが、やはりですね、タイヤのしなやかさが若干足りないかなという印象なんですよね。タイヤに関しては消耗部品なので、多くの方がいずれ交換することになると思いますので、その時はぜひもっとしなやかなタイヤ、できればラジアルタイヤを装着すれば、このモデルの足回りの印象というのはさらにぐっと良くなるのではないかと思います。はい、ということで今日はスズキのニューモデル GSX250R を試乗してきました。このクラスのスポーティーなデザインのフルカウルをまとったモデルの多くがシャープでスポーティーなモデルを目指して開発されているのに対して、私の印象としてはこのモデルだけがスポーツツアラー的な方向を目指して開発されているような、そんな印象を持ちました。高速道路のクルージングも得意で、このようにワインディングを走らせてみても十分にスポーティーに走ることができる。そして装備全体を見渡してみてもかなり実用的なんですね。このモデルは 250cc と小ぶりの排気量となっていますが、その点を除けば乗り味、装備の点でも十分にスポーツツアラーとして成立していると思います。また 250cc クラスの多くのモデルがどちらかというと高回転型で回転馬力を稼ぐようなエンジンを搭載している関係で、どうしても低回転域のトルク感というか駆動力に欠けていると感じているライダーは多いのではないでしょうか。その点この GSX250R に関しては低回転域からたっぷりとしたトルクがあるので、まあ、そういった 250cc モデルにありがちな不満というのはこのモデルでは多くの方は感じないのではないかと思います。
車体自体もとても安定しているし、ワインディング走行でも車体はですねかなり倒しごたえのあるというか豪快なライディングを好む。乗り味全体としては 250cc というよりはやや小ぶりの 400cc に近いもので、このモデルは足がかりに経験を積んでいって今後どんどん排気量大きなものへとステップアップしていきたいと考えているライダーにとっても最適な1台だと感じました。